知れ、メールの PPAP について説明せよ。メールの PPAP について説明していきます。PPAP と聞いて一番初めに思いつくのは、 多くの方はこちら、ピコ太郎さんだと思います。こちらのメールの PPAP というところは、プライバシーマーク制度で有名なジプデックが出している用語になります。実はピコ太郎さんと全く関係ないわけではなくて、こちらジプデックの担当者がピコ太郎さんにちなんで PPAP と付けたものになります。では、そもそもメールの PPAP がどのようなものかというところを説明していきます。 まず前提として、この男の子からこの女の子に対してメールを送るとします。で、こちらメールの本文が書かれたものと一緒に、一緒に添付ファイルをつけます。 ただ、この添付ファイルは中に機密情報が入ってるので、パスワード付きの ZIP ファイルで圧縮したものを添付します。そして、この男の子から女の子に対して、このパスワード付き ZIP ファイルのメールを送ります。ただ、女の子は、この ZIP ファイルは手に入るんですけど、パスワードが何かわからないので、暗号化を解除できないという状態にあります。そして、 この男の子はパスワードを知らせるためにパスワードは何とかですというふうに書いたメールをもう一通作成してこちらの女の子に送ります。そして女の子はこちらパスワードが手に入るのでこちらの ZIP ファイルの暗号化が解けるという流れになります。この流れのことを PPAP と言います。PPAP というところはパスワード付き ZIP 暗号化ファイルを送ります。 パスワードを送ります暗号化プロトコルの頭文字を取って PPAP と無理やりこじつけた感じになります。この担当者は多分ピコ太郎さんがものすごく好きだったんだと思います。そして最近政府がこの PPAP を廃止しますというふうに発言したことが有名になってます。この PPAP には大きな問題点があります。まずは 添付ファイルのメールとパスワードのメール。この2通とも接種されたら複合ができてしまうという問題点。そして、メールサーバーにウイルスチェックの機能がある場合、こちら、パスワードがわからないので、複合ができないので、ウイルスチェックができないというところが問題点としてあります。ですので、近年は廃止傾向にあります。 代替案としてはオンラインストレージサービスなどを利用するというところがありますこちらの PPAP はこちらの ZIPDEC が出している用語というところとピコ太郎さんが出している PPAP というところと実は関係があるというところを覚えておきましょう以上になりますこのチャンネルでは情報処理技術者試験で問われる IT 用語を中心に分かりやすく動画解説していますこれからも解説動画を増やしていきますので 高評価、チャンネル登録いただけたら嬉しいです。過去動画検索には、マサルの勉強部屋様とコラボ作成しています IT 用語動画辞典をご活用ください。概要欄にリンクを貼っています。ご視聴ありがとうございました。